はい、始まりました。はい、始まりました。はい。ウェブラジオ。人生思考が濃い。はい。やっていくぞい。やりましょう。やりましょう。司会は、ファミコンで一番好きなパッゲームは、ヨッシーの卵、荒牧です。あれだ、君の戦争、僕の蛇の13話が更新されていると思うので、皆さん。読んでください。中野です、よろしくお願いします。今日は中野デイチってことね。うん、そうですね。なるほどね、うん、デイチが、はい、中野デイチが、うん、はい、この前ですね、あの寺田勝也さんにですね、PL が面白いので読んだ方がいいというね、来た発言もらって以来、その配信のね、その発言の部分をね、何回も巻き戻して聞くという MP3 に保存して手塚がですね、うん、どういう文脈でそういうことが起きたんですか？ですね、なんか、まあ、寺田勝也さん、姫野玉さんとこの前結婚したじゃないですか。うんうん、そうですね。はいはい、姫野玉さんって、コミックビームの巻末で、コラムを持ってるんですよね。ああ、なるほどね。で、漫画家の、ビーム連載人になんかインタビューするとかっていうのがあって、うんうん、で、10月から、まあ、単行本出るのもあって、僕のターンが来るんですよ。うん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 。なんで、その、なんか、寺田勝也さんが、ライブペインティングっていうか、うんうんうん、落書きをするっていうイベントがあって、それって、あれですね、俺たちが、その、イベントやる。ロフト。そう、阿佐ヶ谷ロフトでやってる。阿佐ヶ谷ロフトで。うんうん。やってる。で、そこで、うん、話をしてる中で、そういえばこの前、ピエール手塚さんに、インタビューしたんですけど、うん、みたいな、ね。うんうんうん、姫野玉さんが振ってくれた時に、うん、なんか寺田勝也さんが、その、あ、ピエール手塚は面白いから読んだ方がいいっていう、ね。ほう来た来た来たと思って、もう本当に、ね。この今、ね、俺、ぐいぐいタグって太くしていきましょう。そうですね。うん。まあ、俺たちの世代で寺田勝也さんが嫌いな人いないし、手塚さんはもう、結構寺田さんに影響を受けてますよね、そうですよ。めちゃくちゃ影響受けてます、ね。うん、そうですよね。うん。っていうのがあって、もう本当に、ね、すごい、行動にしてしまいましたね、物理的に。ピエール手塚の愛する寺、寺のね。あ、これ以後はですね、極進化面白くないと言った時に、お、寺田勝也さんと違う感性をお持ちですね、みたいな。寺田勝也。そんなつもりで言ったわけじゃん、みたいなね。寺田勝也は面白いと言ったけどね、俺の漫画ね。確かに。強烈な自意識がね、芽生えてしまった。いいですね。羨ましいな。ちょっとゲストにね呼べるぐらい今度手塚さんどんどん仲良くなっていただいてね。確かに、うん、でも呼ばれても俺すげえかしこまっちゃうな本当に何も言えなくなるよね本当に。何も言えなくなっちゃう、うん、というわけでね、手塚さんの極進化、はい、人出なしのエチカもね、初映が出て、うん、しかも予約もできるっていうことになってるはずなんで、皆さんもやってると思いますけど、予約はね、うん、ね、人志向ファミリーはもうしてると思いますけど、うん、確かに今出てるそのコミックビームの最新号の最後はね、人志向ファミリーはちょっと嬉しくなるとか、クスッと笑ってしまうようなね展開で、どうせくだらんパロディーを書いてるやろまあちょっと見たよ俺、ツイッターでくだらんパロディーをパロディーやろくだらんパロディーを見たわ、もうすでにということでね、それをね、はい、うん、見れるということで、そう、じゃあ行きましょう、今日も。はい、じゃあやりますか。はい。はい。よし、ここが来い。まずじゃあ1本目。ペンネーム、あーさんから。はい。あーさん。はい、はい。いつも楽しいラジオありがとうございます。突然ですが、ただいま中野さんのアーロンチェア修理出すツイートを拝見しました。私も SE という職業柄、ずっと触ったまま仕事をしていて、アーロンチェアやゲーミングチェアを買おうか迷っています。わざわざ人志向で聞くことでもないかもしれませんが、何年か使ってみた感想などをお聞きしたいです。なかなかどうでもいい内容で恐縮ですが、よろしくお願いします。健康第一ということで、ありがとうございます。健康第一、うん、アーロンチェアは8年ぐらい使ってるんですけど、長いね。いいもんだと思いますよ。でも俺はアーロンチェア以外のいい椅子を座って決めたわけじゃなくて、いいらしいから買おうと思って買って、こんなに高いから出したのし、いいもんなんだろうと思ってね、使ってるって感じなんで、あんまりそういう意味ではね、信憑性があるデータかどうかよくわかんないんで、座れる範囲にね、椅子屋さんがあるんなら、まあ、座りに行って座らせてもらった方が絶対いいだろうとは思うんですけど、アーロンチェアはまあいいなっていうのと、でもこれは、迂闊というか気づかなかったなっていうのはね、アーロンチェアって座るところがメッシュになってるんですけど、メッシュって、寒いってことね。まあ寒かったり、通気性が良くって涼しかったりってことだと思うじゃないですか。
うん、俺もそれしか頭になかったんだけど、意外や意外ね、うん、あの服のね繊維がめちゃくちゃ削り取られるんですよ。そうなんだ。そうで、その、うん、あのメッシュの下にさ、その椅子のなんていうのキャリーの部分というかさ、あの足の部分があるわけじゃないですか、うん、その、うん、そこにねホコリがめちゃくちゃ積もる。こんな積もることあるんだってぐらい積もる。で、なんで積もるんだって思ったら、やっぱり服がそこで削り取られるんですよ、おろし金のように。うん、なるほどね。それはびっくりしたということだけお伝えしておきます。はい。あれだよね、そのさ、絵描く人にとってさ、そのアーロンチェアってその、いろんなそういう、あの、ディスク、オフィスチェアというかゲーミングチェアみたいなのってあると思うけどさ、うん、アーロンチェアってその前傾姿勢の人の腰を結構支えてくれるっていう良さがあってっていう話があって、うん、そうだね。だから絵描く人がこう前傾になっちゃうときに、その、追っかけて腰をね、支えてくれるっていう良さがある。うん、まあ、あんまり俺それよく分かってないですけどね、使ってても。っていうのが、うん、そのアーロンチェアの、その一ついいところとして、うん、なんか、あの、あったはず。そうなんだよね。俺も使ってないけど。そう、アーロンチェア前に傾いてくれるんだよね、アーロンチェア自体が、ね。そう。だから、だから、うん、その前に傾かない人にとってはそんなに良くないかもね、逆にね。そんなにめちゃくちゃ傾くわけじゃないけどね、劇的に、うんうん。めちゃくちゃそのさ、あの、椅子に、その、ふんぞり返ったまま、その、SE って言ってたけど、その、うん、キーボードが打てるって感じだったら、もっと別のいいチェアもあるだろうな、とか思ったりするし。まあ、今使ってる椅子がね、どの程度なのか、この、送ってくれてる人の方が分かんないからね、余計にあれだけど、うん。弱い椅子ならね、ある程度強い椅子にしてもいいんじゃないかと思いますけどね、そういうお仕事してるんなら。お高いですけど。うん、まあ、そんなとこでしょうか。はい。手塚さんはなんかいい椅子買うぞみたいなのあるんですか？原稿料で装備を整えようみたいな。ああ、全然。僕、こたつにあぐらかいてやってますね。なるほど。そういう人もいるんで。腰を悪くすると言われるんですけど、まあ、今のところそんな悪くなってない。いや、そりゃ悪くなってないのは悪くなってないだけだろう。ああ、でもなんかね、最近会社で、なんかその立って作業できるスペースがあって。ああ、なるほどね。なんかその。その時にストレッチできてるのかもしれないですね。うん座ってやったり立ってやったりっていうのをなんか、うちまあ会社はフリースペースなんで、いろんなとこに移動して、うん、あの、なんか同じ姿勢を継続するのはあんましない。なるほどね。でもこれが作家の専業になったらね、ちょっと考えなきゃいけないかもしれない、ね。いやでも手塚さんは橋の下でもね、原稿するんで、やっぱり動きながら、どこででも、うん、できるんじゃないですか。そう言われたらそうだ。うん、じゃあ次のお便りに行きまーす。はい。ペンネーム借りたパジャマさんから。はい。中野さん、荒木さん、手塚さん、こんばんは。毎週楽しみに人種校を聞いております。人種校リアルイベントの開催、心よりお喜び申し上げます。この度、イベントの企画というか、これをやってほしいという要望でお便りをします。人種校パワーナインと題して、皆様3人から今までの過去放送回から印象深い3つの放送回を挙げてもらい、その理由を語りながらその放送回を流し、オーディオコメンタリー的にこの時はこう考えていたなとか、もっと語りたいことがあったなとか、現在は考え方が変わっているななどというお話が聞きたいと思っています。また視聴者の方々にもこれが印象深かったというベストオブ人種校を3つ挙げてほしいという募集をかければ、人種校ファンの反響が見えて面白いものになると考えますが、いかがでしょうか。ぜひご検討していただきたいと存じます。なお私のベストオブ人種校は次の3つです。できるだけ新しい直近の回から順に挙げています。1、第270回の愚痴についての箇所、自分のお便りが読まれた中で最も手応えがあり、何よりたくさん名前を呼んでもらえたから。はい。2、第251回の5周年記念生放送内でのお便り、自己流ストレス解消法の箇所、アイアムノンストレスヒューマンのフレーズが忘れられず、今でもちょっと口ずさむことがあります。3、第227回の自分のフィールドの箇所、生きることはきしょいことという名言が飛び出したところと、手塚さんが翔太の寿司のことを単に寿司と言ってそれに突っ込んだ二人のところで本当に声を出して笑ったからです、ということでありがとうございます。ありがたいね。全てが懐かしいということですが、こういうね、提案してくれるのすごいありがたいし、これそのまんま使えそうだな企画にって思うから、そのみんながね送ってくれたらすごい嬉しいけどね。そのそうだね、これうん、まあ、このまま採用してもいいんじゃないかなって思っちゃうよ、ね、この3つがっていうのでもいいし、過去回でこれ面白かったですとかね、そういうことも全然送ってくれたら、もう一回振り返ってね語ることもできますよね、これベスト3を3つってことで 3×3 でパワーナインっていうマジック・ザ・ギャザリングのね、そのあのすごい強いカード9枚のことパワーナインって言うんですけど、それに引っ掛けてくれてるんですね。ああ、そういう意味でもじゃあこのラジオのマジック・ザ・ギャザリングと由来が
浅いような深いようなこのラジオのねあると、うんうん、そう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 かけてくれてありがたいっていうね。でこういうイベントの企画とかイベントへのお便りっていうのは、このカリタパジャマさんがねこのお便り送ってくれたのはもう8月末のことで、まだこちらから告知がなかったから、うん、多分こっちのいつものね、うん、通常お台箱に送ってくれたんだと思いますけど、現在はそのイベント用のお便り募集フォームっていうものを設けてるんで、そちらの方にね送っていただけると管理がしやすくて助かるかなという感じがあります。まあ残り1ヶ月でもう1ヶ月後ぐらいだからね、そうだね本番までだから早いよ。そうでお便りフォームもギリギリまで開けとくわけではないかなと思ってるんで、まあできれば9月中とか10月1週目ぐらいまでかな、最大開けてるとしても多分くらいまでに、なんか思いがあれば送っていただければと思いますという感じですかね。で、パワーナインについての話なんだけど、ちょっとじゃあ振り返ってみますか。思い出せる範囲でそれぞれ印象深かった人種子の話とか。あのね俺全然思い出せない。そっか、じゃあ前回のことすら思い出せないから。じゃあこのカリタパジャマさんが言ってるこの 1,2,3 について話しますか。愚痴についての箇所は、まあいろいろ喋ったね。そうだね、うん、ちょっと聞き直すよ、頑張って、自分のフィールドの箇所が、なんか自分のフィールドっていう風に認識することがどういうことなのかみたいな、それがいいこと悪いことみたいな話をして、多分、そういうここ俺の担当みたいな風にやることってちょっと希少さをはらんでるんじゃないのみたいな多分話をした時に、荒垣さんがでも生きることは全部希少いことだからみたいなことを多分言ったんじゃないかなって、そういうこと言いそうだよね。うん、言いそうだと思う、手塚さんがね翔太の寿司のことを単に寿司は僕にとってみたいなことを確か言い始めて、寿司それを言って、僕が寿司と言ったら常に翔太の寿司のことに決まってるでしょ、決まってるでしょ、ゾゾゾゾっていうね、ゾッとしちゃったいうことですね、じゃあ食べる寿司のことは何て呼ぶんですか、逆に手塚さんは。寿司じゃない食べる寿司っていうの、食べる寿司、なるほどね、元ネタの寿司っていうね、元ネタの寿司の方をちょっと言ってきたんですけど、確かに漫画と呼んだらこの作品のことって、読む漫画って言ったらこの別のとこ、怖っ怖いね。なんかでも本当自分たちでもよく覚えてないよね、そういう何を喋ったかってこととかね、過去回のこととか。そうだね、人種子、俺は人種子のチャンネルを見れるから今コンテンツをガッと振り返ることもできますが、そうだね、鈴宮春日の小説とか若尾小宮小学生の感想とかね喋ってますよ。あとは服のシワ、好きなギャグ漫画とか、メギド72、美少女になったらどんな服装をしたいかとか、あ、いいね、語りがいありそうだよ本当に、なんか新しいなんかお便りみたいなこと言ってるけど ね過去同人誌再販、声優やったら面白かった、二時三時の九時十時とか、悪役翔太の寿司連載のための構成とか、第84回自己紹介はしない VTuber の卒業、チェンソーマンっていう話とかね、いろいろやってますね。あ、自己紹介しないは覚えてます、俺何にも覚えてないよ、自己紹介はしない、いやそれ多分ね俺がよあのそうしても面白くないだろって話をこれ2回ぐらい言ってるんだよね、そのあそうなんか全然面白くない割になんかその見入りが少ないっていう話をしてて、自己紹介っていやおもろとか見入りのためにやってることじゃないと思うよ、自己紹介ってスムーズに場を進行するためというか、これまでのあらすじだよ。漫画の最初に載ってるこれまでのあらすじなんだから。話で進行させればええっしょという感じがね。っていう話をしてるのかな。じゃあそれは今も変わんないって感じなんだね。そうだね。全然変わんないわ。うずきこう、デビディオン、ネトラレ自由主義、ラブニカの献身、ピクシブファンボックスとかもありますよ。何言ってんのか全然わかんないですね。
寝取られ自由主義。寝取られ自由主義。何言ってんだ。これ市原さんがなんか。市原さんが、そうかもね、市原さんが送ってきたから、うん、やむを得ず喋ってる回かもしれないですね。そうだね、うん、そうかも。コスプレセックスもの異常に再生されてますやば、収益化に制限入ってねえかこれ。あ、収益化に制限入ってるわ、コスプレセックスもの。まあいいでしょ、うん、いや面白、収益化に制限入ってるのこの動画ぐらいじゃないか。コスプレセックス言いすぎて制限入ってんじゃん、うん、この動画面白。タイトルで ね、あの制限入ってるのかもね。そうかも、うんうん、でもいいよ別に入っても、うんうん、面白いな、うん、まあちょっとね、なんかタイトルだけでも面白い感じだね。そうだね、うん、まあ、うん、またそういう風に振り返るきっかけをね、皆さんこうやって送ってくれればあるかもしれないんで、うん、いくつか届いてこれ面白そうだなって思ったらイベントの時にはね、概要欄とかこちらで用意しておけばね、みんなに読んでもらって、うん、確かめてね、今とは違うねとかそういうことを言えると思うんで、うん、あの、まあ、なんかあったら送ってくださいということでね。はい、そうですね、うん、じゃあ次のお便り行こうかな、うん、行こう。ああ、シコネーム、その他もろもろもろこし豆腐さんから、はい、いい名前だ。中野さん、荒垣さん、手塚さん、こんばんは。ラジオ収録お疲れ様です。秋めいてきて、夜はだいぶ涼しくなりました。体調にはお気をつけてお過ごしください。第272回のペンネームの分身の話、面白かったです。私は以前別のペンネームで投稿して読んでいただいたことがあることを報告いたします。星、うんうん、本題ですが、今後買う漫画をすべて電子書籍にするか悩んでいます。私は書籍が好きで、漫画、文芸の単行本、文庫、レシピ本をよく買うのですが、増えすぎたので何とかしたいです。断捨離にチャレンジして心がときめくものを残してみましたが、今後も増えることでしょう。そこで漫画だけは電子書籍を購入しようと思い始めました。漫画だけの理由は主に次の4つです。1、他の書籍に比べて漫画はページを見つめる時間が短く、目の負担が少ない。2、紐のしおりを挟むのが好き。漫画はしおりの出番がほとんどない。3、レシピ本は1ページに情報がまとめられていることが多く、開いておくだけでいい。かっこ料理中の画面スクロールや拡大がストレスになる。4、書籍の中で漫画を一番多く買うためということで、理由は以上ですが、本屋で探し回ったり、フィルムを破いたり、手に触れてページをめくる感覚や、コミティアのように紙に吸って製本される工程も好きなので悩んでいます。もっと広い部屋に引っ越すしかないのでしょうか、ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。これはもっと広い部屋に引っ越すしかないです、まあ、そうないんだけど、まああれだよね、そのすごいいろいろ、その、まあ、漫画が一番その電子書籍に移行しやすいというかね、その、関数もすごい増えやすいしさ、うん。レシピ本とかもさ、そのやっぱ大事な、その本とかはね、大事な本というか、その、よく読む本みたいなのは結構限定されたりするしさ、うん。うん、なんか、その、そんなに増えたりしないんだけど、その、急激にね、うん、増えたりすることはないんだけど、漫画は増えるからね、すごい。うん、ページ数も多いしさ、すごい。うん。うん、まあしょうがないかなっていう気はするけどね。漫画を電子書籍にするという判断はうなずくところがあるね、ということね、うん、そうですね、そうね、だレシピとか俺もね、その料理とかすごい好きだから、レシピとか分かったりするんだよね、その話とか、うんうん、だから俺も逆にそのあのどっちでもいいかなって思うところがあって、それなぜかというと、あのめんどくさすぎてプリントアウトすることが多いからなんだよね。ああ、なるほどね、うん、そう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 、あのページをさ、グッグッグッみたいなことしなきゃいけないとかさ、うんうん、そういうの大変だからさ、うん、まあ、結局のところね、そのペラ紙にね、その1枚印刷して、うん、で、まあそのバンってそのマグネットとかで貼っとくみたいなのが一番やりやすいからさ。確かに。うん。うんうんうん。だからもう、正味な話どっちでもいいみたいな感じになっちゃう、うんうんうん。なるほどね。手塚さんは漫画がどんどん増えてると思いますけど、その辺どうします、うん、そうだね。今はですね、もう、まあ今後は、今後はどうかな。あの、今も家に本棚が置ける限界に達していて、うん、そしてその本棚すら溢れつつあるんで、うん、引っ越すしかない。やっぱりもっと広い部屋に引っ越そうということになるわけですね。そうだよね。その、手塚さん別に実家暮らしでもないからさ、その、あれだもんね、その、家は有限だよね、その、置ける場所というかね。そうですね。うん、なんで、生活圏をちょっと、ね、締め
でき始めるとちょっと危ういなと思って。そうですよね。でもこっからさ、うん、手塚さんが年間何冊ぐらい買うなとかさ、年間本棚が約 2.5 増えていくなとかがまあ分かるわけじゃないですか、うん、多分、うんうん、っていうとここ中、例えば向こう5年は少なくとも住みたいよなみたいな物件だったら、うん、そこから逆算してこれだけの広さは今の場所より広くないといけないわけでとかになるとね、うんうんうん、結構生きれば生きるほどでかい家が必要になるみたいなことになっていくっていう、だからそう、まあ、暖房について実家の実家にはもう無限にあの置ける感じなんですか、ですがあるので、うん、じゃあもうそれがいいかもしれないですね、送って本は保存しておいて電子書籍で買うとかね、うん、漫画のさ、本棚っていう単位じゃなくて、もうなんか段ボールみたいな感じになってさ、あと何箱置けるなみたいな感じになってくると、もう限界だなって気分になってくるね、うん、本当に。そうなんだよね。うん。もう本棚じゃなくなってるもん、本当に、うん。コンテナとかね、段ボールの。そうなんだよね。なんか本棚に並んでる状態は意味があるっていうか、いつでも読めるから、うん、読めるし、背表紙も目に入るし、うん、なんか、うん、なんだろうな。いわゆる積読的なものにも意味があるよねっていうのにうなずくところが俺はあるから、なんか意味を感じてるんだけど、そのもう段ボールに包まれてベッドの下にある状態っていうのは全く意味がないって思ってるから、その絶対に読み返さないし、そんな本だから、なんか本棚には意味があるけどって思う。俺はファームとね、そのスタメンの入れ替えを結構ね頻繁にするから、ああ頻繁にするマメな人はね意味があると思いますけど、あのいやマメにはしないけど、1年に1回ぐらいそのなんか一軍二軍がね、その交流戦をして、うん、その一軍のやつらがファームに行ったりすることもね、うん、あったりするからってね、うん、まあでもね限界ありますけどね、やっぱり限界ありますよね、うん、奥の奥の方のやつはさすがにもう無理だなって感じだからね、うん、うん、そうなんだよな、うん、無理これは、うん、まあこの、こういうお便りはね、定期的に回ってきて、で、まあ、田舎は安くて広く住めるから、田舎に引っ越しましょうみたいな話とかね、よくするけど。うん、いや、でも、そしたら田舎のね、広い部屋とかを全て覆い尽くすほどのどうしようもない量が溜まってしまうんじゃないかっていう恐怖もある。そうですよ、うん。うん。そういう屋敷になりましょうよ、漫画屋敷。近所から漫画屋敷と呼ばれる、うん、もう今の家に住んだ時もなんかそのあこれで本棚いっぱい置けると思ってもう置けないよって、ね、うん、もう置けないよ、うん、やっぱなんかね、所有欲があるオタクの人の引っ越す理由結構大体その本棚がみたいな話あるもんね、すごい、うん、友達、最近友達もね、そういう感じで引っ越してたからさ、うん、その、まあそういうことになるな、うん、そうだよね、うん。まあしかも、漫画以外もね、本をよく買うっていう人だし、そうだね、まあ俺は漫画以外にそんなに趣味ないけど、うん、おもちゃやらフィギュアやらとかね、うん、他にもいろんなものを着たいってなったらもう、そう、でもなんか、その紙の本を持ってるのはやっぱ執着心があるからで、なんか、その、電子書籍じゃダメなのって言うと、まあ電子書籍でもいいんじゃないのっていうのもある気がするんですよね。うん、あると思います。で、その、やっぱり、その、長年持ってきてる本っていうのを手放したくないっていうなんか執着心があって、うん、僕は今こんな状態になっていて。こ、うん、んな状態今本当にね、周りに本しかないみたいな感じなんです。なんかどっかでなんかあーって思ってね、すべての執着心を振り切って手放すことも、うん、もしかするとあるかもしれない。あ、でもなんかそういうふうにさ、カットならないためにさ、少しずつ手放した方がいいんじゃないかって思いますけどね。いうのがあるかもしれないですね。うん、でも結局ね、本が増えると引っ越したくなるけど、本が多いから引っ越したくないんですよね。うん、この矛盾。わかる。本がありすぎて、うん、本を段ボールに詰めると、本棚に入ってる本が、その、出てくるわけじゃないですか。うん、そうすると、なんか、本棚のとこは空白になる分だけ、その、床が埋まっていくというか、ね、全ての本棚が床が埋まっていって、うんうん、この部屋では無理なのではないか、みたいな、うん。本当だよ。気持ちがあって、怖いんですね。やっぱ実家に送るしかないかもしれないですね。少しずつ段ボール詰めて送る。うん、送る、まあ、引っ越すときも、なんか1ヶ月分ぐらいも、あえて、被る形で契約をして、少しずつ。うん、そう。
で、本を段ボールに詰めて、なんか車でブーンと何回か運んだ後をやるみたいな感じないと、ちょっと、うんうんうん、あのね、心の、あの、負荷が高い。そうだね。うん、この一回で全部をやって、あの、パッと切り替わるっていうのはだいぶ、負荷が高いんで、多分ね、そういうやり方をせざるを得ないかなっていう気がします。確かに。うん、まあでもなんか、本に囲まれて薄暗い部屋で漫画描いてるのも、そういう破綻した漫画家のかっこよさみたいなのもあるじゃないですか。ある。うん。そうなってほしい。うん。俺、実家がさ、普通にマンションだからさ、うん、やっぱり、羨ましいよって思う、その、うん、何かあったら守ってくれる実家が、漫画を守ってくれる実家があるのかっていうね、うん、その思いがあってね、うん。やっぱりね、捨てなきゃいけねえから、その。うん。うん、まあね。うん、そう羨ましいなと思っちゃった、うんうん、まあそんなとこですか。そんなとこでしょう、うんうん、他にお知らせは何かあるかな。ないよね、多分大丈夫だと思うので、人志向のリアルイベントのチケットはね、まだ配信の方はアーカイブもイベント当日から2週間後まではね、何回でも多分見れる、うん、何回でも見れるのかな、わかんないけど、そういうオンライン配信チケットもあるので、うん、そちらもぜひ買ってくださいということで、はい。ね、何回でも見れるのかな、見れる、ね、何回でも見れるのかな、ああいうのって、わかんないけど、うん。うん、まあ、現地に来ることはもうちょっとチケットないんですけど、うん、そういう配信では見れるので、ね、ということで、よろしくお願いします。お願いします。はい。じゃあ、また来週お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。